るかもしれない。素晴らしい推理ね。特にスメールシティを巨大な脳と比喩したところは、ええ、私も気に入ったわ。だったら早くアーカー社端末を外そうぜ。これで問題が解決するかもしれないだろ。ああ、もともと私も体裁上つけていたんだが、まさか賢者たちにはめられていたとはな。この件が終わったら必ずや証拠を見つけ出して、このことを公にさらしてやる。どんな感じだ？ん？何に気づいたんだ？あ、それだったらオイラも覚えがあるぞ。なんかアーカー社から伝わってくるような小さなピーっていう音だろ。ピーという音、まさかアーカー社を操作する時の音か。なんかすごく重要な手がかりな気がするぞ。アーカー社を操作してないのにその音が聞こえてくるなんて。聞こえたか、旅人。私も聞こえた。これは幻聴じゃない。たった今確かにピーという音がした。まるで頭の中で鳴り響いたかのような。もうアーカー社端末は外しているはず。これは一体。段階の時間が予想を超えとる。このままじゃ犠牲者が出てしまうぞ。だが我々はもう、これまでの努力や苦労が水の泡になることを受け入れられはしない。よかった、今回は適応が早かったわね。オイラたちアーカー社を外したのに、それでもあの音が聞こえてきたぞ。あれは一体どういうことなんだ？でもこれでオイラたちが同じ日から抜け出せないのがアーカー社と関係してるってことが分かったな。もしもアーカー社がみんなの英知を盗もうとしてるのなら、なんでこんな状況を作り出したんだろう。実験台にいるマウスがそのような扱いを受けている理由を知るのは、確かに困難極まりないことよ。オイラたちをマウスに例えるのかよ。だったらお前は何なんだ、ナヒーダ。お前はまだオイラたちに正体を言ってないだろう。私は好きかな。好き？それってオイラたちがやった占いの結果じゃんか。私が誰であるかを知っても真実を知る手助けにはならないわ。そんなことよりもっと他のところに注意力を使いなさい。じゃないと。分かったよ。昨日はディシアがたくさん助けてくれたし、今日もまずはディシアに会いに行こうぜ。ちょうどあの人揃いたちが現れる時間だしな。ここにいたのか。人さらいは私が片付けた。お嬢様に怪我がないといいんだが。あれ、ディシア。どうした？二人ともなぜ私をじっと見つめている？
は？どういう意味だ。あんな軟弱な人さらい相手にどうして私が怪我をしなきゃならない。なんであんたが大剣のことを知ってるんだ。私は誰にも言っていないはずだ。それにそのことはお嬢様に知られたくない。やっぱりリシアも記憶がなくなってるんだな。変なところ。ああ、強いて言うならそうだな。私が体験を変えたのはあんたたちも知っているが、新しい体験だっていうのに妙に手に馴染むんだ。まるでこいつを使って数えきれないほど戦いを経験してきたかのようにな。つまり頭の中にはこいつを使って戦った記憶はないけど、体の方にはあるってことか。ああ、傭兵や武人にとって体に刻まれた記憶こそ最も重要なものだ。頭で一つ一つ覚えているような技はただの付け焼き刃に過ぎない。旅人どう思う？そうだな、なんか希望が見えてきた気がするぜ。おお、そうだな。これまでの過信短術の輪廻の中じゃこんな状況ありえなかったし。何を言っているのかわからないが、まだ危険が。危険がまだ残っている。だからオイラたちにドニアザードを休める場所まで連れて行かせて、お前は人さらいの共犯者を探しに行くだろ。どうして私の言おうとしたことを。まあ早く取り掛かろうぜ。結局あのこと以外に変化はなかったな。ナヒーダ、実は今日、いつもは人さらいを撃退した後に怪我を負うディシアが、今日だけ怪我をしてなかったんだ。これって過信短術の輪廻が終わったってことじゃないか。ドニアザードもこれで助かるかな。そう、そのような進展があったの。悪くないわね。なら今日はゆっくり休むといいわ。おい、なんだよそのどっちつかずの返事は。明日はやってくる。このことは誰にとっても当たり前のことよ。でも本当に明日が来るかどうか知ることができるのは明日のあなただけ。今日が何回繰り返されたのか、今日の次が昨日である可能性はないか。明日という言葉がそもそも初めから捏造された概念なのではないか。もしかしたらこの世界は全てがまやかしで、この大陸の歴史もただの長い過信探査に過ぎないのかもしれないわね。もうこの話はやめにしよう。ただでさえ頭が疲れてるっていうのに。だから明日になったらおのずとわかるわ。今日は無意味に脳を使うなということね。しっかりと心身を休めてちょうだい。パーッとトイレにでも行けばいいわ。あ、なんだって？オイラの聞き間違いか？あら？人はトイレに行った後、すがすがしい気持ちになるって言うでしょ？だからそれを勧めたのだけど、変だったかしら？あまりにもおかしくて常識外れだから何を言えばいいのかわからないぞ。さっきまでなんか難しい道理を解いてたのに。そうだな、毎日は過信探査で楽しい日々ではあるけど、ずっとのんびりできてなかったし、行こうぜ、部屋に戻ろう。収穫を続行する。
結果と比べればこれらは些細な代価に過ぎない。結局また同じ日かよ。ナヒーダ、お前本当は昨日の夜過信断絶の輪廻がまだ続くって知ってたんだろ。なんで教えてくれなかったんだよ。言ってどうなるっていうの。あなたたちは新たな不安に駆られながら夜を過ごすことになる。それでもなお明日は訪れないのよ。だったらいっそその貴重な機会を利用して束の間の希望の中心身を休めた方がいいでしょ。もしかしたらそのおかげで思考がより明晰になるかもしれないし。確かに、ナヒーダはオイラたちのことを考えてくれたんだな。当然よ。少なくともこの日々が続く限りはあなたたちが私のすべてなんだから。えっ、急にそんな恥ずかしくなるようなことを言うなよ。私が言いたいことはね、あなたたち二人に謎を解くようお願いしたのは私だけど、逆に私のことが見えて私を感じることができるのもあなたたちだけなの。言い換えれば、あなたたち二人がいなかったら私は存在しないのと同じだから、あなたたちが私のすべてということよ。わかった？なんかナヒーダがまたわけのわからないことを言い始めたぞ。雑談はここまでにしましょう。旅人、昨日の新たな手がかりから現状に対して何か違う見解は得られたかしら。え？急に以前の考えを否定するなんてどういうことだよ。あ、確かにそうだな。前はそんなところまで見てなかったぜ。単なる時間の循環なら体の状態も元に戻るはずだもんな。なら新たな結論は何かしら。Pという音はアーカー車を操作する時の音。たとえアーカー車端末を外していても毎晩聞こえてくる。もう何度も過信断絶を過ごしてる。まるで過信断絶が無限に繰り返されているかのように。傭兵は体に刻まれた記憶に頼ることが多い。だからディシアにリンネの中で怪我をしない状況が発生した。一日が終わる時その日の記憶も全て消去されるのなら同じ日を過ごしていることに気がつかない。この毎晩鳴るアーカー車の音はオイラたちのその日の記憶を消去してたんじゃないか。だから目が覚めるとみんな過信断絶を過ごしてないって勘違いするんだ。本当はもう明日が来てるのにみんな昨日だって思い込んでるけど、体に刻まれた記憶は消せない。だからディシアは新しい体験を扱えた。これで全部辻褄が合うぞ。とても巧妙な推論ね。これが正解なんだよな、ナヒーダ。簡単に言うと、捕まえてきた炎元素の象徴をホタルに見立てて照明に使っているようなものね。感覚にこだわりすぎるがあまり
本質を見落としているわ。全然簡単じゃないぞ。なんならあのディシアさんともう一度話をしてみたらどうかしら。新たな収穫があるかもしれないわよ。そうだな。もともと手がかりはあいつから得られたんだし、行ってみようぜ。それ、手。ここにいたのか。やっと見つけたぞ。今日のリシアもやっぱり怪我をしてないな。怪我？何の怪我だ。私を見くびらないでほしいな。お前のその新しい体験、本当はまだ使うのに慣れてないんだろ。ああ、実は私もおかしいと思っていたんだ。今日いきなり手に馴染むようになって。待て、どうして私が体験を変えたことを知っている。言っていないはずだが。旅人、やっぱりお前が説明してくれ。おいらもう説明するのに疲れちゃったぞ。そうだな、そうしよう。私がいない間に何があったんだ。変な奴に布教でもされたのか。そこは気にしないで、オイラたちの言ってることを信じてくれ。そうか。まあ、あんたたちの言いたいことは分かった。つまり私の体に刻まれている記憶はもうこの剣の扱いに慣れていて、私の脳はそのことを覚えていない。そういうことだな。そう、毎日それを忘れちゃうんだ。なら反論させてもらおう。そんなことは絶対にありえない。なんでだよ。仮に過信探査が何日も続いていて、私たちが覚えていないだけだとしよう。だったら物資の消耗、使ったお金、食べたものなどはどう説明する。理屈で言えば財布も空っぽになるはずだ。気づかないはずがないだろう。確かに、アーカー社で全ての人の行動を記録して、それからここにある資源を使って一日の始まりに戻せば。ありえないようなことだけど可能性はあるぞ。いや、ありえない。私には証拠がある。証拠？どこにあるんだ？はぁ、あんたたちは本当にこうもわけのわからない議論に本気なんだな。いいだろう、少し付き合ってやる。私についてこい。それからドニアザードお嬢様も一緒に。今はまだ周囲の安全を確保できていない。それ、まさか。これだ。なんだこれ。お前が剣の練習に使ってる木製のダミーか。これがどうしたんだよ。これについている傷はわかるか。ここ数日の私の成果だ。賢者たちがこれを毎日取り替えない限り、とっくにボロボロになっているはずだろ。
ど、だから毎日変えてるんだろ。だったら賢者は毎回新しいダミーの上に私が過去につけた剣の傷を複製しなければならない。私も一人の武人だ。私が学んだ流派では非常に細かいコントロールが要求される。剣の振り方、力、角度、切り込み点、その全てを入念にコントロールしているんだ。つまりそこにある全ての剣の傷、そしてその剣を振った時の心境さえも私は記憶している。武人の剣は唯一無二。こういった言葉があるように、完全に同じ剣筋を振ることは誰にもできない。私がつけた傷を完全にコピーするなんて絶対に不可能なのさ。そうか？何か精密な機械で少しずつ彫刻してる可能性だってあるだろう。写真機で撮った画像は画家の描いた風景画にとって変わることは永遠にないと言われている。なぜなら前者には魂がこもっていないからだ。それは私も同じで、彫刻で作られた跡と武芸の修練によるものは一目で見分ける自信がある。ふん、これでもう疑問に思うところはないだろう。うん、これは近頃学者たちの間で流行っているというトンチゲームか何かか。なかなか面白いな。それじゃあこれで私は失礼するよ。もう時間も遅い。ドニアザー道場様をニーローのところまで送ってくる。また今度な。また壁にぶつかったな。記憶消去の理論は結局間違ってたってことか。でも少なくとも真実の一端はつかめたんじゃないか。おう、それは間違いなさそうだな。じゃあ何か新しい考えは思いついたか。おかしい？オイラからしたら最近起きたことは全部おかしいけど。あ、シティから出ない。あ、本当だ。こんな簡単に思いつくことなんで今まで試してこなかったんだ。外の時間がここと同じ日になってるかどうか確かめればいろんなことがわかるはずだよな。でも本当に不思議だ。今まで一つの考えに固執しすぎてたのかな。それとも疲れのせいで思いつかなかったのか。とりあえず戻ってナヒーダに聞いてみようぜ。シティから出ることについて、もしかしてオイラたちの忘れていることがあるかもしれない。ナヒーダ、戻ってきたぞ。今日は早かったのね。もしかして何か新しい収穫があったのかしら。ああ、そんなところだ。オイラたち、時間が循環してないことも、ここが現実じゃないってことも分かったんだ。ただそれと同時に新しい疑問も浮かび上がったけど。外、私の記憶ではあなたたちはシティの外へ行くことに関する計画を2回口にしていたわ。オイラたち、そんなことを言ってたのか。全然覚えてないぞ。それでその後はどうなったんだ。確かあなたたちは外へ行った結果を一度も話さなかった。いえ、正しくはその計画の夜、2回ともあなたたちは戻ってこなかったわ。でも他にもあなたたちが夜に戻ってこないことが結構あったから、当時の私も変に思わなかったけど。確かにいろいろ調べてるとたまに時間を忘れてそのまま2日目に入ることもあったな。でもお前の言う外に行った日の記憶は
オイラたちにはないぞ。そう、それはちょっとおかしいわね。理論上あなたたちの記憶は全て呼び覚ましたはずよ。おう、絶対何かおかしいぜ。明日になったら徹底的に調べてやる。あ、記憶が戻った。旅人、あなたがさっき取り戻した記憶以外に他にも情報が届いているの。聞けばわかるわ。引き返せない。あそこには数多の空間があり、スメールシティの過信探術はその中の一つに過ぎない。旅人、お前には空白になってる記憶が2日間あるはずだ。何が起こったのかオイラが教えてやる。そろそろ昨日の計画を実行しようぜ。おう、出発だ。早く。どうして外に行くことが禁止されてるんだ。教練員は何をやってる。何を聞こうとも無駄だ。これは大賢者直々の指示。詳しいことは明日聞いてくれ。頼むよ、本当に急いでるんだ。オルモス港から品物が届いてる。早く行かないと盗まれちまうかもしれない。それはお前の都合だろう。そんな事前とか予知なんて商売でできるわけないのに。どうやらスメールシティは今日教練員から封鎖令を出されてるみたいだな。まあ別に意外ってわけでもないけど、オイラたちも話を聞いてみようぜ。衛兵さん、なんで今日は外に行けないんだ。一人去ってまた一人か。俺も知らないんだ。聞かれても困る。我々に下された命令は本日スメールシティの出入りを禁止すること。他には何も聞かされてない。怒らせて情報を聞こうとしても無駄だ。もし俺が内部情報を知ることのできる立場だったら、こんなところで守衛なんてやってるわけないだろう。ったく。どうやら本当に知らないみたいだな。目的が聞き出せないならもっと直接的な方法で行こうぜ。衛兵だって無限にいるわけじゃないんだし、どっかの壁からよじ登って外に出よう。ここでいいと思うぞ。衛兵もオイラたちに気づいてないし、早く。おい、なんでだよ。オイラを置き去りにするのか。でも万が一予想と違ってて外で何かあったら、オイラお前を助けられないじゃんか。あまり役に立たないのは分かってるけど、今までずっと一緒だっただろう。分かった、待ってる。早く戻ってくるんだぞ。外に行って一目見たらすぐに戻ってこいよ。おう、気をつけろよ。あ、記憶が。旅人、落ち着いて。
彼はここにいるじゃない。しかも何が起こったのかわからないみたいよ。そんなの知るもんか。昨日本当はずっとお前を探しに行きたかったんだぞ。でも外に行っちゃダメだって言うから、夜までずっと悩んでて不安で怖かったんだからな。分かったよ。とりあえず許してやる。でも本当に消えなくてよかった。お前が急に他の世界に行っちゃったんじゃないか。もう本当に怖かったんだぞ。さてタイモン、あなたの視点から昨日何が起きたのか話してちょうだい。なるほど、二人の違った視点を利用するね。それから旅人はシティの外に行ったんだ。オイラもずっと目でこいつを追ってたんだけど、ある瞬間を境に姿が消えて。いや、オイラはずっとお前をしっかり見てたんだぞ。それで旅人の視点は、記憶が全てなくなっているのは確かなの？これで以前のことも説明できるわね。あなたたちは外に行ったけれど、2回ともその日の記憶が完全になくなっていて、呼び覚ますことができなかった。外に行くとオイラたちの記憶が完全に消されるのか？どうやら外には秘密があって、それが意図的に隠されてるみたいだな。でもそうなるとオイラたちも外に何があるか永遠にわからないぞ。例えばメッセージとかか。でもどうやってそれを送るんだよ。そんなに私を見ないで。私は見られることに慣れていないの。分かったわよ。メッセージを伝達するツールが必要なんでしょ。少し時間をちょうだい。その間あなたたちはドニアザードの面倒を見ていて。よし、そう来なくっちゃな。終わったわ。持っていきなさい。ん？これってアーカーシャ端末じゃないか。少し手を加えたの。アーカーシャ端末にはもともとメッセージ伝達の機能があるわ。私はただそれを任意のポイントに向けられるようにしただけ。そんなこともできるなんて、ナヒーダはアーカーシャに詳しいんだな。とにかくこれでメッセージを保存できるってことか。ええ、メッセージの保存は私が手伝う。操作も簡単だと思うわ。でも私でもシティの外の環境では使用者の状態と電波の問題について保証できない。試してみないとわからなそうだな。でも少なくとも流れは今オイラたちの方にあると思うぞ。行こうぜ、賢者たちの尻尾をつかんでやる。うえっ、おお、わかった。もう昨日一回経験したから今日はそこまで心配じゃないぜ。お前と離れるのはやっぱり落ち着かないけどな。おう、また明日な、旅人。これが今までに起きた全ての出来事だ。
電波が少し途切れ途切れでその干渉を受けてしまったけど、それでも外に行っていたあなたからいくつかメッセージを受け取ったわ。よし、事情も一通り分かったことだし、早くメッセージを聞いてみようぜ。引き返せない。あそこには数多の空間があり、俺たちがいるのはただまた一つの空間に入った。流れる砂岩、合狂する魚、存在するはずのない風景、これらの空間はいずれも内部に人がいないか無言の人形がいるだけ。人間の存在は感じない。情報量がすごく多いな。つまりスメールシティを出たらこの空間の外に着いたってことか。でもここから外を見ても至って普通だぞ。どういうことなんだ。それにメッセージを聞いてる感じ、別の空間の内部ってこんな不気味なのか。メッセージはもう一つあるわ。夜になってから受け取った分よ。ここに至るまでの間、あれらの空間は止めどなく消え続け、空にある太陽のような場所に吸い込まれていった。最後の空間も消えた。俺の背後にまた新たな空間がたくさん現れた。そうか、わかった。あれらの空間は、おそらくちょうど昨日がその時に終わったのね。そうだ、オイラもさっきアーカーシャの音が聞こえた気がするぞ。現実で鳴ったのか、それとも今のメッセージから聞こえたのか。メッセージよ。多分その時の旅人のアーカーシャ端末から発せられた音ね。その音がした後、旅人は最後の空間も消えたって言ってたな。旅人、あなたは最後の空間を何だと思う？まさかあの空間こそが現実？でも現実空間があのように消えてしまってはまずいのではないだろうか。記憶にある限り一日の終わりにはいつもアーカーシャの音が鳴っていた。シティの外に行ってから異様な光景に包まれた空間を数えきれないほど見た。あれらの共通点はどれも人の気配がないということ。毎日オイラたちがピーッ音を聞いた後、すぐに2日目になってたよな。あれってオイラたちのいた空間が消えたってことなのかも。その後旅人は背後にたくさんの空間が現れたって言ってた。毎日新しい空間がたくさん現れてるのか。なんか混乱してきたぞ。そのたくさんある空間って一体何なんだよ。当時の魔人戦争がどんなに悲惨なものであったとしても、魔人たちにとっては広間にある7つの座を奪い合うただのゲームに過ぎなかった。あなたの目の前にあるものがどれほど奇妙であっても、もしかしたらただ小さな秘密を告げているだけなのかもしれないわね。魔人戦争、珍しく真面目な比喩だな。
で冷静に考えたいのか。わかった。じゃあオイラも邪魔はしないぜ。家臣の舞が始まる。もう行かなきゃ。戻ってきたわね。待ちくたびれていたところよ。その表情から察するに、家臣探査の卒業テストを始めてもいいのね。それじゃあまず、隠された真実については、もう見つかったかしら。アーカー社は、神の心によって稼働していて、知恵の神の力を具現化した姿、全ての民の英知を束ね人々に知識を授けている。そうナヒーダは言っていた。もう何度も過信短日を過ごしてる。まるで過信短日がシティの外に行ってから異様な光景に包まれた空間を数えきれないほど見た。あれらの共通点はどれも人の気配がないということ。月、虚言、嘘、これは何を意味しているんだろう。スメール人は夢を見ない。奇妙な現象だ。あれらの空間は無境のことを思い出させる。なんとなくアビディアの森でそんな夢を見た気がする。どうやら明確な関連性はないようだ。どうやら明確な関連性はないようだ。どうやら俺たちは夢の中にいる。スメール人は夢を見ないのではなく、夢をアーカー社に奪われただけだった。スメール人はただ自分が夢を見ないって思い込んでるだけで、本当はアーカー社が知らないうちにその夢を盗んでたんじゃないか。あれら無人の空間は全部主をなくした夢だったんだと思う。だからこいつの言ってた空間はあんなにも奇妙な光景が広がってたんだ。つまりスメール人も本当は夢を見ることができる。そしてオイラたちは今実際に夢を見てるんだ。正解よ。それであなたはどうしてアーカー社にそれができると見抜いたの？
アーカーシャは神の心によって稼働していて、知恵の神の力が具現化した姿なの。すべての民の英知を束ね、人々に知識を授けているわ。なるほどな。森にいた夢を操れる生物たちの力も創身によるものなんだろ。だったらアーカーシャにも夢を操る能力があるはずだ。でも人々の夢を奪うことがアーカーシャの全ての民の英知を束ねる方法なのか。このことはどう説明したらいいんだろう。夢は永遠に不思議なものよ。繊細で想像力に満ち溢れている。それに人間の脳が最も活性化するのは夢を見るときなの。言い換えれば、夢とは人類の英知の集合体というわけね。前にハイパシアが言ってた考えとは正反対だ。あいつから聞いた話だと、確か賢者たちは夢を愚かな妄想だって言ってるんだよな。みんなが夢を見ないのは逆に神の祝福だって。やっぱり意図的に人々を騙してたのか。教練院の賢者たちはそうやってアーカーシャを通して人々の夢を使った。そうなんだろ。あら、そのように言うからにはもう現状を理解しているってことかしら。なら今行われている輪廻はどう説明するの。もう何度も過信短日を過ごしてる。まるでそれほど考え事をしていたわけでもないのに、大賢者はせいぜい神の生誕を祝うがいいと言っていたけど、目の前で空間が止めどなく消えていき、アーカーシャから音が鳴った後さらに多くの空間が生まれた。あれらの無境は止めどなく消え続け、アーカーシャから音が鳴った後さらに多くの空間が生まれた。どうやら明確な関連性はないようだ。どうやら明確、どうやら、どうやら。ええ、アーカーシャは人々の脳を常に夢を見ている状態にし、さらには彼らの意識を夢から剥離させることができる。剥離された意識は過信探査の無境集合体に集められるわ。そして誰もいないそれら主なき夢はアーカーシャによって収穫されるの。何も知らないまま夢の中の一日が終わり、新たな輪廻が始まる。人々はまた別の過信短日の夢の中で目覚めるわ。そして自分のものであったはずの夢はまたしてもアーカーシャによって収穫され、それが繰り返されるの。つまりここは夢を作る工場みたいな場所で、アーカーシャは夢の収集機ってことか。その通り。比喩を善用することはいい習慣よ、パイモン。ってことはオイラたちが聞いたピーっていうアーカーシャの音って現実のアーカーシャ端末から発せられた音だったのか。だから夢の中のアーカーシャ端末を外しても無駄だったんだな。さて最後の質問よ。私は誰でしょう。錬金占いは神の啓示だと言っていたが、ナヒーダは自分を月と比喩していた。つまり今にして思えば虚言は俺たちの夢の現状を暗示するものだった。
今にして思えば、あれは賢者がスメール人を欺いていることを指し気づいていたのね。あらあら、これが一番難しい問題になると思って特別に最後まで取っておいたのに。全然難しくなかったぞ。オイラにも分かったぜ。お前にはいくつも特別なところがあったからな。オイラと旅人は気づいてたけど言わなかっただけだ。そういえばナヒーダは本当に最初からヒントを出してくれてたよな。オイラたち前々からずっとクラクサナリデビの情報を聞いて回ってたけど、まさかこんな形で会うなんて。ええ、それは現実に戻ってからにしましょう。でも現状に関する他の問題なら喜んであなたたちに答えるわよ。その質問は前にも聞かれたわね。その時私はあなたたちの精神に大きなショックを与えるかもしれないと答えた。でも今のあなたたちは夢の真実について知っているわ。それらを結びつけることで理解できるはずよ。無誘している人を呼び覚ましてはならないという言葉を聞いたことはあるかしら。もしも自ら気づいたのでなく他の者から突然告げられてしまえば、現実と夢の概念や認識に不可逆的な意識の混乱が生じるの。あなたたちにそんなリスクを負わせるわけにはいかないわ。だから暗示やヒントの度合いに私は最善の注意を払ってきた。とにかくあなたたちに謎解きをさせてしまったことについては申し訳なく思っているわ。まず私たちのいるこの無境は、人々がすでに経験した過信探査の日という現実を完全にモデルにしているの。だから夢に関する異変に気づくことは困難よ。次に、なぜ人々は以前のリンネに関する記憶がないのか、あなたも不思議に思っているわよね。それは人間にとってほとんどの夢は元から覚えられないものだからよ。ましてや自分たちのものだったはずの夢がアーカー社に奪われたとなればなおさらのこと。だから毎回過信探査の夢の中で目覚めても、かつての同じ夢に関する記憶がないの。そういえば旅人がアビディアの森にいた時も夢を見たよな。でも起きた時には何を見たのか覚えてなかった。それも同じことだったのか。ええ、草元素力の祝福を受けるということは、草元素の夢に関する能力の加護を得るのと同じ。それによって既視感が生まれるの。それに比べて他の人々は過信探査の輪廻の中で知らないうちに夢を奪われ続けるしかない。人間は本当に夢を無限に作れるのか。このリンネは一体いつになったら終わるんだ。あなたたちの脳の疲労がすでに答えを出しているはずよ。このまま続ければ人々は耐えられなくなる。特に元から体の弱かった者はこのような無制限の搾取に耐えることは難しい。今のドニアザードのようにね。命が危険にさらされてるのに人々はそれに全く気づけないなんて。絶対に止めないと。そうね。どうして私が誕生した日をモデルにしたのかしら。ただの偶然。ナヒーダも理由を知らなかったのか。なんだか妙だな。凶霊院の賢者は代価を惜しまず短期間でこれほどまでの夢を収穫した。きっと何か企てているに違いないけど、残念ながら私は知らないわ。旅人、
あなたは何か情報を持っているかしら。あれらの空間は無境のことを思い出させる。なんとなくアビディアの森でそんな夢を見た気がする。そして夢の中に人の気配はなかった。アーカー社は神の心によって稼働していて、知恵の神の力を具現化した姿。大賢者はせいぜい神の生誕を祝うがいいと言っていたけど、この言葉に深い意味はあるのだろうか。神の生誕を祝う、まさか。そうね。ナヒーダも理由を。条例院の旅人。いや違う、もう少し考えないと。いや違う、神の生誕を祝う、まさか。スメールの民を騙し、彼らの命の安全も顧みなかった。教令院の人たちがどんな目的でやったにせよ、許されることではないわ。家臣探査の輪廻を終わらせたら、すべてがはっきりするまで調査するつもりよ。教令院の賢者が自分たちの国の神に隠れてこんなことをやるなんて、あまりにも無法すぎないか。何せ私はただの月だから、本当の太陽はとっくにいないもの。月、太陽、今度は何の比喩だよ。あ、今日が終わる時間だ。ええ、明日になったら輪廻を破る方法を教えるわ。二人とも、また明日。おはようのヒーダー。オイラ全部思い出したぞ。いや、おはよう、クラクサナリデビって言った方がいいか。あれ、どうしたんだなヒーダー。顔色が良くないみたいだけど。状況はおそらくあなたの脳裏に浮かんだものと同じよ。ドニアザードが消えた？そんな、オイラたち間に合わなかったのか。消失したのは本物のドニアザードの意識よ。過剰なまでの夢の搾取に意識が耐えられなくなったようね。じゃあもう一人のドニアザードは、あいつは一体何なんだ。あいつも消えちゃうのか。彼女は少し人形に似ているけれど、完全な人形というわけじゃない。本来のドニアザードの意識ではもう維持ができなくなり、夢の中における自分の役割を演じることができなくなった。だから代替品として彼女が生まれたの。まるで夢の中の草や木と同じように、夢を構築して維持する部品に過ぎないわ。でも、あいつと本当のドニアザードは性格が全く違ってたぞ。確かに人形は比較的無気力で、人間が持つ活力を完全に再現することはできないわ。何せ、ただ役割を果たすだけの存在なのだから。ただ、思い返してみると、かつてのドニアザードは、あの人形と少し似ていたような気がするわ。確かドニアザードは、意識の中でお前に会ったって信じてた。お前があいつを導いてあげたんだな。やっぱりお前も、その時のあいつを覚えてるのか？ええ。当時の彼女は、
家族から異常なまでに過保護にされ、誰も彼女の人格や考えを気にかけていなかった。彼女はまるで自身のマリン病の進行を遅らせるためだけに生きているかのようだったわ。私はただ彼女に生命を再認識するための英知を少し与えただけ。彼女も自我を有することはできる。でもそんな彼女も今は、私はまだまだよ。正真正銘の神には程遠いわ。少なくとも私は彼女を救えなかった。もし一人前の神なら、最も敬虔な信徒を未練を残したまま過信短術に生かせるなんてことはしない。全部あの賢者たちのせいだろ。ナヒーダが自分を責める必要なんてないと思うぞ。これは自分を責めているのではなく、理性的な判断よ。私と一人前の神の間にはまだ距離がある。そんなこと言うなって。ナヒーダ、悲しい時は神だって悲しんでいいんだぞ。このような犠牲が再び生まれるのを防ぐためにも、一刻も早く輪廻を終わらせないと。だな。具体的にはどうすればいいんだ？この過信探査の夢は、アーカー社によってコントロールされているわ。けど、夢を見る能力は人間にしかないの。アーカー社でも、無から夢を作ることはできない。つまり、ここには夢の主となる存在がいる。ここはその人が作り出した夢ということよ。そうなのか。じゃあどうやってそいつを探し出せばいいんだ？ここがその人の夢だとしたら、ここにある全てはその脳の深い意識から来るものだったら、その人は想像を通してこの夢にある全てを思うままに変えることができるはず。想像？どういうことだ？ここで言う想像とは、当たり前という認識を打ち破るものよ。例えば酒場でウェイターが皿を持ってきた時、おのずと皿にあるものは料理だと思うでしょ。でも仮にあなたが夢の主で、同時に自我の意識が芽生えたとする。もしもあなたが皿の中身を黄金やモラだと想像したら、夢も自然とあなたに答え、本当に黄金やモラが出されることになる。でも今の状況において、夢の主には自分が夢を見ているという認識はない。たとえ皿を1万回出されても、当然ながらただの料理でしかないわ。その人に自分が夢を見ていることを認識させる。そういう時、人は一般的に夢から覚めるものよ。夢の輪廻も終わりを迎えるはずだわ。でもどうやって探すんだよ。誰しもその可能性があるなら、海の中から針を探すぐらい難しいんじゃないか。それにもし探し出せたとしても、その人に自分が夢を見てるって認識させるのも難しいことだろう。ほら、お前も言ってたよな。その、無誘している人を呼び覚ましてはならないって。確かにとても難しいわ。でも今それができるのは、あなたたちしかいない。これまでにしてきたすべてのことは、夢の主を見つけて、輪廻を断ち切るためなの。あなたたちが探している間、私は外に行ってくるわ。外？お前も旅人と同じように夢だらけの空間に行くのか？ええ、少し試したいことがあるの。まだちょっとだけ可能性が残っていると思うから、さあ早く行きなさい。夢は本来不思議でロマンチックで驚きに満ちているものよ。不必要な輪廻は
これで終わりにしないとね。はあ、なんか悲しいな。せっかくこんな大きな進捗があったのに。ドニアザードは？あんないいやつで素朴な願いを持ってただけなのに、こんな風に運命にもてあそばれるなんて。そうだな、はじめはドニアザードを助けるために頑張ってたんだもんな。でも旅人、オイラたちがしっかりしなきゃダメだぞ。ドニアザードもきっとオイラたちにもっと多くの人を助けてほしいはずだろ。まずはリンネを打ち破ることに専念しようぜ。そういえばさっき思ったんだけど、賢者たちって自分を夢の主にするのかな。そうしたらもっと制御しやすくなるだろうし。それに賢者たちもオイラたちやナヒーダみたいな不安要素がいるなんて考えなかっただろうし。でお前は誰が夢の主だと思うんだ？おお、そういえば花の騎士ファーリスってもともと家臣探査のシンボルだったんだもんな。確かに特別な意味がありそうな人物だ。まずはそいつを探ってみようぜ。